また分岐が出てきた。入り組んでんな、この辺。現在地が全くわかんなくなっちゃった。こんな迷ったん久しぶりだわ。えっと、んあれかおお、あったあったあった,ったびっくりした。おお、涼しい。結構水没してんな。んちょっと待って。何この子。あー、なんだっけこの子。あなたお名前なんでしたっけあららららのな,なー、なんだっけこの子。かわいい。 どうも、うどうです。今回はですね、奈良県と大阪のちょうど境目にあるドンズル峰という場所にやってきました。ここにはですね、山の上の方に旧日本陸軍が使っていた塚下がね、あるそうなので、今回はその塚下を散策していこうと思います。ここは結構今駐車場に止めてるんですけど、結構登山されてる方が結構いらっしゃるみたいですね。よし、それじゃね、早速見に行ってみましょう。はい、というわけでそのドンズル峰のね、 入り口へ到着しました。この階段の上みたいですね。で、えー、っと、入り口に説明が書いてありますね。えー、っと、天然記念物らしいです。えー、っと、でもこれを見る限り、その地下号に関しては書いてないですね。もうちょい上に行けばあれかな。地下号の説明書きとかが書いてあるかな。一応 Google マップには登録されてたから、 意外と整備されてるとは思ったんだけどな一応その Google マップに登録された地下壕のねポイントを目指して歩いてるんですけどすげえ道だなこの辺ねああいう白い岩山がねこんな感じでそこにこう踏み跡がちょっとあるんですよねすげえなここよいしょここ登山道だよね案内板あるしそうだよね えとなんかまた分岐が出てきたマジで迷いそうになるぐらい結構入り組んでんなこの辺すげえなこの登山道でも景色はめちゃくちゃいいな、えー、ただ歩きにくい足元がずーっとこんなボコ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 してますただ道はねこっちで合ってるらしいですただこんな山の上の方にあるんかな近頃 って結構なんだろう山のふもとというか中腹というかこんな上にはないような気がするんだけどな今このね登山道から少し降りてきたんですけど下になんか川のようなものが見えてきましたでこれ川のようになっているということはもしかしたらこの先あそこら辺がちょっとなんか真っ暗なんですよねなんでもしかしたらこの下か場所わかりにくすぎるな この川辿ってきたら、案内板があった。西地下号西地下号この川の先それともこっち <laughs> どっちだ、こっちどっちだこっちかこっちにも道っぽいの続いてるし、下の川のようになってる場所はずっと、この道に沿ってずっと奥まで続いてるし、まあ普通の道の方か、こっち行くか。どこどこどこ 結構もう歩いたよ。川みたいなのっていうか普通の川なんかなもしかして。結構ね、水没してる洞窟だと、その水没してる洞窟から流れ出たね、水が川のようになってたりするんですよ。それなんで、そのね、川をたどってきたんですけど、普通の川っぽいな。ってことは今歩いてるここは普通の登山道なんかな現在地が全くわかんなくなっちゃった。こんな迷ったん久しぶりだわ。結構土地勘があるから。 まあ迷うことないでしょうとかって思ってたけど、普通に迷子だわ。またあんな居番だ。えー、っと、鉄塔要注意って書いてある。こっちに行くとなんか鉄塔があるのかなで、西近号西近号ってのは分かってよ。どこなんだ場所は。えっと、んあれかあそこになんか穴っぽいの見えるけど、あれっぽいな。多分。お、あった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 。びっくりした。 正面と右側にありました、地下壕おおすげえあったあったよかったー結構迷ったなでもよーしそしたら最初にこっちの右側から攻めますかよいしょおお入り口はまずコンクリートのあのブロックでちゃんと補強されてますねあれしかも 向こうが光見えんじゃん貫通してるんだ直線っぽいななんかへえあここにでも鉄の扉がちゃんと昔ついてたんだろうなおお涼しい結構歩いたからなだいぶ疲れたおおでも結構広いっすねしかも入ってきて気づいたけど思ったより長いな 直線じゃなくてなんかこう地下号のあの独特ななんか網目状になんかこう左右にまた分かれ道になってたりするんかなおおさらに広くなった。そして下にはプルタブ式の缶が落ちてます。一応こっから振り返るとこんな感じです。入り口はこんな感じでちょっとね、狭くなってます。へえ、ー、すげえな。ただ向こう側の出口なんかちょっと狭そうだな。 なんか出口の光は見えるけどそもそもなんか出口の先が見えないんだよなあほらやっぱりそうだほらやっぱそうだこっちにも続いてるおお隣にも通路があるみたいですねまあとりあえず正面攻めようしかも正面攻めようと思ったけどまさかの右側にも穴続いてるんじゃんマジかおお想像より広いぞ多分 へえ、いいね、いいね。まあ、とりあえず向こう側の出口行こう。結構ね、なんかあの、コメントでもよくあるんですけど、なんかそういうなんか複雑な地下ごをよく行って迷いませんね、みたいな感じでコメントをよくいただくんですけど、結構ね、行ってみるとわかるんですけど、案外シンプルなんですよね。こういう縦の穴があって、そう、それが何列にもね、こう、右側にも同じように平行して続いてたり、 左側に続いてたりとかね、思ったよりシンプルです。結構ね、複雑な近くを行くときは、自分もあの地図を書いたりしてるんで、なんとなくね、その地図と見比べながらこう、動画を見ていただければね、結構わかりやすいかなと思います。ああなるほどね。で、こっちが出口だけど、なんかあそこ出口に階段っぽいのが見えるな。いやー、でも結構奥行きありそうだな。 ま、あい,いや、とりあえず、こっちどうなってんだあ、階段じゃなかったわ。階段に見えてたやつは、なんか、昔の柵みたいなやつだな。へえー、こっちがどうなってんだ道続いてんのかなあー、狭い狭い。柵がボロボロだってことは、崩落しちゃったんだな。ああ、はいはいはい。もう、こっちは完全に登山道というより、獣道ですね。 よし、外暑いから戻ろう。そしたらこのメインの穴の左側行きましょう。この左側ですね。うん、こっちは入ってくると、右にカーブしてるんだ。ここで右にカーブしていて、はい、こんな感じでね、あのメインの通路と並行するような形で穴が続いてます。なんかひょっとしたらこの左側にもまだなんか続いてそうだな。 でここが行き止まりかおやっぱ左側になんか続いてそうおお続いてるしなんかこっちやったらあったけえなはいはいはいじゃあそしたらこの右側行きましょうか右側じゃない左か左側行きましょうあったかいってことはこれもしかしてあれかな外に続いてんのかな結構ね上り坂になってます上り坂になっててなおかつちょっと狭くなってます あ、やっぱりそうだ。出口の光が見えてきた。すげえとこにあんな、あるな。よいしょ。結構、ああ、急だな。よいしょ。足元怖っ。これでしょ。よいしょ。降りるの怖え、これ。登ってきたはいいけど。えー、しかも、<laughs> ここからほぼ壁だぞ。<laughs> マジか。 この辺に頑張って足かけて登れるかなよしちょっとこっからはこのライトを消してはいヘッドライトをね使って登っていきますヘッドライトを使って登っていきますとは言ったけど言ったけど足掛ける場所がねえなうーよしよーしおなんか鉄の杭みたいなのが落ちてるこれは当時戦時中に使われてたやつかなよっこいしょ で、こっち側どうなってんだこっち側は多分ジャングルになってるんでしょう。ほら、やっぱり。えー、振り返るとこんな感じです。ちょっと、この右側にもちっちゃい穴が開いてたような痕跡がありますね。ええー、登ってきたはいいけど、これ降りるのか。怖え。よし、なんとかこの岩場を降りてこれました。 ええ、怖かった。よいしょ。危ない危ない危ない危ね危ないめっちゃ急なんだよな、ここ。想像よりね、想像というか多分ね、結構動画だとね、なかなか傾斜って伝わりにくいんですよね。あーでも、ここまで来れば、ようやく、ふう普通に歩けるわ。よし、さっきの岩場から戻ってきて、ここがメイン通路だよな。さっきの、一番最初に行ったメイン通路ですね。よし、そしたら今度はこの、 右ただ何かやっぱりああやって地下壕って案内板があったりするからちょっと歩きやすいですね整備されてんのかな整備されてないとしたら結構崩落もねまあちょいちょいあんな感じで崩落してる箇所はあるんですけどそこまでなんかひどく崩落してるってわけじゃないっすね おしかもあっちにも出入り口あったんだ。ってなると、これ反対側にもあるはず。ほら、やっぱり。はいはいはい、なるほど。なんとなく構造が分かってきました。まあ、ここもね、最後の方にね、あの、地図を書いときます。はいはいはい。そしたら、まあ、こっち行ってもな、向こう側の出口見たとしてもあれなんで、このまま隣行きます。何本くらい横長続いてるんだろう。 こっち側も多分左右に出入り口があるはず。あり <laughs> ありああ、あっちは続いてた。続いてたっていうか、あっちはあったわ。こっちはなんだこっちはあれかなもしかして、カーブしてるから、左にカーブしてるってことは、そうだよね。出入り口があって、あそこが多分さっき、一番最初に見つけた時の正面にあった出入り口だよね。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。おーっとっとっと。 結構水没してんな。んちょっと待って。何あれ。トカゲな、何この子。ちょっとヘッドライトに切り替えて触ってみよう。あなただれ。よいしょ。捕まえた。あ、なんだっけこの子。なんだっけこの子。あなたお名前何でしたっけ あららら。<laughs> 口パカー開けてる。あららららな。な、なんだっけこの子。かわいい。へへへ。どうもはじめまして。冒険 TV のブドうと申します。に、へへへ。こんにちは。<laughs> よし、ごめんね。へへ。ごめんな。なんだっけこの子。編集の時に、あの、名前つけ、あの、 付け加えておきます。名前なんだっけ見たことはあるんだけどな。忘れちゃった。ごめんね。<laughs> なんだっけさっきのやつ。マジで。めちゃくちゃ見たことある見た目だけど。名前忘れちった。おー、そして、この横にもまだ続いてるし。あれあそこコウモリさんじゃないもしかして。あ、コウモリさんだ。ちょっと挨拶していきましょう。いや、どこにもいねえなと思ったけど、やっぱいらっしゃったんですね。 よかった、よかった。ああ、結構いるね、数が。あらららら。どうも。はじめまして。奈良県のコウモリの皆さん。冒険 TV のね、武藤と申します。よろしくお願いします。結構いるね。結構いるし。こっち側は、あれかな横と並行するような形で穴は続いてるけど、出入り口があるわけじゃないのか。へえ。 えへへ。仲良しコウモリだ。かわいいね。今日は冬眠中なのかなええー、この特徴的な花がかわいいね。ひくひくしてる。あんまライト向けても眩しいだろうから。この辺にしてあげよう。ええー、でもここの正面に出入り口がないのを考えると、もしかしたら、このもう左側には穴続いてないのかなあ、おう。 あコウモリの塊だ56匹ぐらい固まってんなあれれれ,れかわいいああ飛び立っち,ちゃったあああごめんなお <laughs> お飛び立ちそう飛び立ちそう頑張れ頑張れ頑張れ飛べ飛ぶんだ 飛ばないんかい飛ばないんかい飛びそうだったのに。まあいいや、ごめんな。悪いことしたね。おしおお、これなんだここだけ丸くくぼんでる。天井はあるからあれか。ええ、なんだろうこれ。ちょいちょいここら辺はくぼみが開いてるな。ここにランタンとか置いてたんかなで、ここで、行き止まりというか、ここで、 はい、右側に折れ曲がってますで右側に入ってくるとさっきのあの出入り口がある場所に出てきますそしたらちょっとこっち側の出入り口も見ていこうおっおっと <laughs> マジかこっちにも続いてんじゃんいいねただただちょっと先に出入り口だけ見よう こっちはなんか、ああ、こっちはなんかこうやって柵が壊されてんのかな <laughs> こっち壊されてんな、これ。うん。壊れちゃってるわ。ああ、あれでもこっちは、結構道が奥まで続いてますね、これ。へえ、どこに出るんだろう、これ。左右に続いてる。へえ、こっちは気づかなかったわ。よし、戻って最後。 これの右側にあった穴、最後行きましょう。よし、あれ。ちょっと待って。これ、これなんか、B?B なのか、日本のあの、日っていう字なのかわかんないけど、なんか掘られてないここ。これこれこれ。なんか書いてあるよね、これ。B?B じゃないな。あ、なんかここにもほら、なんか、B、B なのか何なのか。な、なんだこれ。 あ、これで、これちょっとわかるわ。えっと ?B、BYB かななんか謎の暗号が出てきた。あれちょっと待って。あの、B の上にもなんかちょっとあそこ、あれあれあれ。Y って書いてないちっちゃく、ちっちゃい Y と BYB って書いてある。この先はあーなんか、ここにもなんか書いてありそうな雰囲気あるけど。 なんだこれ ?C か ?byb の次、ちょっと空間開けて、スペース開けて C みたいなのが書いてある。へえ、何ここここにも、ああ、なんかいろいろ書いてありそうな雰囲気はあるな。なんだろう、うあそことか田んぼの田っぽく見えなくもないけど、なんかいろいろ書いてあるわ。へえ、まさかの発見。ここ作った人の名前とかかな結構こういうところはね、 洞窟の壁に、その作った人が結構名前を掘ってたりするんですよ。あの辺も多分、ここを掘った人のイニシャルなのかもしんない。面白い発見だったわ。よし。そしたら気を取り直して最後、こっち側ですね。いやーなんだここ。滑り台みたいになってるな。おー、高さもあるし。ええー、傾斜がすごいな、ここ。階段にもなってないから歩きにくいし。あ、でも。 ここちょっとちょっとなんかこうくぼみというかあれができてるからもともとは階段だったけど風化しちゃったんかなもしかしてへえでここで右にカーブしてんのかで多分この先におそらく出入り口があるはずあほらやっぱり出入り口だただこっち側はもうほとんどあなんならこっち側あれだ 出入り口ほぼ埋まってんだろうなと思ったけど。こっち側は柵で、ちゃんと閉じられちゃってるわ。なるほどね。で、振り返ると、こんな感じです。あぶれ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 。<laughs> 滑る滑るここ。うわ、でっかいかまど馬。待って待って待って。あいつめちゃくちゃでかい。なにあいつ。でっかでっかお前。 めちゃくちゃでかい。ほらほら、あんなちっちゃいの、お前、でっか。あの大きさの初めて見た。うー、気持ち悪い。あの大きさはやだわ。ちょっと近寄らないで。<laughs> やめてやめて。よく見たらかまどお結構いっぱいいるじゃん。おお、ちっちゃいのいっぱいいる。ちっちゃいのはいいや。あいつさっきのでっか。びっくりするぐらいでっかかったわ。よし、帰り道はどうしようかな。 あそこの反対側の、こっちからずっと入ってきて、左側にちょっとカーブした先にも出入り口あったから、そっちから出よう。いやーもう出口目の前に見えてるけど、やばいやばいやばい。やばいやばい。長く水没する。まずいまずいまずい。深い、こんな深いと思わなかった。水没してるのはさっきね、動画でもちらっと見えてたんですけど、ちょっと待って、水没する水没する。結構今ね、この、この、 地下号のこの壁沿いは結構ね、よいしょ。比較的ですが、浅かったので、こっちが来たんですけど、ああ、無理だ、ちょっと。片手、片手無理。怖い怖い怖い。もうさっき水没したとこはダメだったんで、隣のね、あの、出入り口があの、直線になってて、見える場所にやってきました。こっちはすげえな。なんか、長靴ない人が、なんかこの木を伝って歩こうとしてたんかな、当時。あぶあぶれぶれぶれ ぶれぶれ水没するうああようやく抜けてこれたこっち側どうなってんだああはいはいはいでさっきの水没したのがこっち側かなーるほどこんな感じで横並びになってたんだへえよしとりあえず戻りましょうはいというわけで今回は奈良県のどんずる峰にある地下壕の探索でした いやちょっとね想像しててよりは結構広かったですねまあただ作りはシンプルだったんで思ったよりそういう迷ったりはしなかったですね一応今日探索した塚号のね地図をあのまた手書きで書いておくので是非ねそちらを参考にしてくださいそしてねもしここに来る場合は結構ね道が複雑なので迷ったりね滑落しないようにね十分気をつけて探索してください、はい、というわけで今回はここまでとなりますご視聴ありがとうございました